三重県尾鷲市のある集落では、地元の人があるものを山の神に見せてみんなで笑い、五穀豊穣を祈る珍しい神事が行われました。林業が盛んな三重県尾鷲市の矢野浜地区、山の神様を祀った祠の前で地元の人たちが懐から出したのは、なんと海の魚、オコゼです。オコゼでござる。地元で200年以上前から続くというこの神事、醜い顔をした海の魚、オコゼの顔を山の神の前で見せて笑い飛ばすことで神様を鎮めたのが始まりと言われています。あ、皆さん元気よく笑えたんでよかったかと思います。地元の人たちは祠に手作りの山の道具や魚などを奉納して五穀豊穣を祈りました。